相沢ミント役の加賀津由美です。藤原ザクロ役の小田純子です。ミントは相沢財閥の超お嬢様ということで、結構高飛車なセリフの言い回しとかが多かったですね。はい、私とはほど遠い感じのお嬢様で、でも結構一言にツッコミを入れたりするところは私もすっきりするぐらいのいいツッコミだったので、うん、楽しかったですね。結構強気なんですけど、けなげなところもあったりするので、私はすごい好きです。ザクロは、そうですね、なんか過去を背負っていて、その過去が何であるかっていうのは実は私もないのですが、原作の先生に聞いたんですが、さあとごまかされたまま番組の収録が終わってしまいなんですが、まあいろいろ、みんなの5人の中では一番のお姉さんで、リーダーではないんですけれども、縁の下の力持ち風なところで、自分なりに頑張ってみたつもりです。ミントは結構イチゴとやり合うときに早口になるんですよ。で、楽しい反面こうセリフをつっかえないようにしましたぐらい。あ、よく紅茶を飲みました。すごい薬剤より。ミントをやるようになってから、うん、結構紅茶を飲むようになりました。薬作りですね。うん、そうね。はい、ザクロは、役作りがどうかは分からないですけど、結構スタジオではおとなしくしてたかな。おとなしいっていうか、あまりみんながわーいってなった中に一人こう冷静なお姉様が冷静に、うん、冷めてるっていうのではなくて、なんかああにぎやかだわ楽しそうねっていう、実はちょっと年齢自体も上って部分もあるんですが、実年齢が、そんな感じで見守られて、はい、見守っていました。思い出しました、はい、今もこうつけてるんですけど、はい、結構、うん、羽のものとかちょっと藍色っぽいブルーっぽいのとかを収録の日には朝つけるようにしてた気がしますね。50何本ずっとどこかしらこうなんか鳥とか藍色とかミントとかに関わることを何かしらつけてたかもしれない。えらい素晴らしい。なんか、うん、願掛けじゃない、願掛け何ポリシーポリシーみたいな、そう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 、うん、ですね。ミントにちょっと近づこうと、うん、ツッコミを私も入れる、結構なんかあんまり考えずに思ったことばっていうところは似てるかな。あんなこんな言い回しじゃないですけど、うん、結構毒舌だったりする時もあるみたいです、はい、野田的にはザクロと似てるとこどこだろうね。他は何だろう、うん、でもやっぱり気分的にやっぱりそのバーってザクロ自体が、うんうん、明るい人ではないので暗いわけではないんですけど、その収録終わったり休憩になるまではあんまりやっぱり騒がなかったかもしれない、ね、うん、かっこよさとこう冷静に見守っているところは、うんうん、お姉様って感じだね、うん、ちょっと大人っぽくしてみたかもしれませんちごちゃんはまんままんまですよね。わた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 。明るさもそうだし、うんうん、もうなんか青山くんに突っ走ってってとか、うん、ね、まあ、実際はわからないですけども、スタジオの中でこうわた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 走り回ってたり、うんうん、マイクの前でオロオロしてるみたいな。まんまいちごちゃんだわ。落ち着け中島とか言って。やっぱり一番役的には、うんうん、ちごちゃんかな、うん、あとまあちょっと身体的あれですが、ちまっと可愛らしい小さいっていうのでプーリー、うん、
プリンプリ ン, プリン、うん、モッチーがね、ひさちゃんが、ひさちゃんをいつでもこう可愛らしくいて、もうねこ う, こうグリグリグリってやるそっちの可愛さこれですかレタスは、レタスはあのなんだろう、あの地声とちょっとね違うところ、高めで、うん、なんかあの演じているので、なんか朝早くの収録だった、朝早くの収録だったので、うん、結構あの発声なんかリバーンとよく言ってたんだからレタスラーシュっていう声があのまずレタスのこう叫びがスタジオにこだまするという感じでうんうんとかになって一生懸命高いところに持ってきてましたね、うん、見てるとなんかほのぼのするスタジオに、うん、はい、なっていましたね。毎回毎回歌が流れるってのはすごいやっぱ嬉しかったんですけども、うん、あの歌を歌うのはとても好きなのですが、ラップが、あそうなんですよ、ありましたね、どうもリズム感 なくはないと思ってたんですけど結構大変で、うん、あの歌はいいんですけどラップになると声小さくなりますねとかレコーディングした思い出が私歌は一生懸命すごい時間かかったんですけど、うん、ラップは、うん、あ大丈夫じゃないんですかとかって言われた割に、うん、ラップすごい少なくて使われてるところ結局全然ダメダメだと思って、あ、まあ、キャラクターがこう ねいっぱいそうそうそう画面出てくるその可愛さでいいやって思ってな感じで、うん、楽しかったですね、うん、ちょっとね、なんでバラバラでやっぱり撮ったんで、そうですね、レコーディングは基本的にはバラバラなんですが、うん、で他のなんか揃えて歌うのかなってちょっと思ってたりもしたんで、うん、人のも、ね、他のみんなの歌も聴けるのかと思ったらずっととりあえず一人で歌ってくださいなんで寂しかったなっていうのも、うん、どこがどういう風に、ね、使われるか分からない、分からずに撮ってたから、うん、全部撮って、うんうん、出来上がりを聞いてラップがないことを祈りながら私でも使われていて歌詞もすごい可愛いし、ね、うん、覚えやすいし、うん、すごい楽しいエンディングでした ね。ソロ、あ、歌いました、うん、明さん歌いましたね、どうですか。私は、うん、もう歌詞自体があミントだなっていう歌だったので、すごい世界観に入りやすく楽しんで歌いました、うん、セリフを途中で言ってって言われて、これみんな言ってんだなと思って普通になんか言ってたらミントだけじゃんよみたいな、ね、しかもね、うん、あれって結構まだ収録始まって割とすぐだったんで、うん、それミントじゃないよとかみんなに突っ込まれながら何回も撮りな、うん、セリフですよ、セリフも撮り直してそれミントじゃないからもう一回とか言って、そんな思い出がありますね。ザクロはもう聞いた瞬間になんじゃこりゃみたいなこれはキーがザクロじゃ歌えませんっていうのがまずあって、どうしよう、しかもあの、ね、聞いてらっしゃらない方もいるかもしれませんが、あのズビトゥバありましたね、アイスインナイトっていうのがありまして、でもかっこよかったですね、出来上がりは良かったね、かっこよく仕上がって良かったんですけど、うん、歌詞だけ見た時はびっくりしましたよね。そうズビトゥバズビトゥバドゥバ、お姉様みたいなそうしかもあれ全長が2分ちょっと、2分弱、2分ちょっと、フルコーラスが、うーん、勢いで押してみましたでもなんか、うん、ね、ああいう歌をめったに歌わないんで楽しく出していただきました、楽しく聴かせていただきました、自分の中で一応アイドルザクロちゃんの、うん、アイドルというかそのタレントとしての営業モードの方の、イメージで、はい、歌ってみました。こうあれですよね、それぞれ5人の家庭環境とかがあまり本編の方では、うん、あのアニメの中では出てこないなっていうのはちょっと個人的には思ってたりして、なんか寂しいなと思う、なんかお兄様がまだ、あ、うん、でも私にと、うん、私、うん、ミントにとっては、うん、そのイチゴがこう青山くんに突っ走るこの気持ちはお姉様にでしたよ、うん、ね、あ、そうか、うん、そうだね、やっぱ中学校の時とかって、うん、やっぱり憧れの先輩、女の先輩とか
いなかったですか、うん、私は高校が女子校だったんで、やっぱり憧れの女の先輩っていうのがいて、やっぱりそれはかっこいい、自分がああなりたいとかっていう、また異性に対しての恋愛とは違う憧れで見てた部分があったんで、それはすごい拓郎姉様に感じてたんで、だから恋愛なくても別に寂しいなとはミント的には思わなかったですね。ザクロのキャラクターとしては多分なくてもいいんだろうなと思いながらです ね、だからもう少しせめて赤坂さんも恋愛もありましたし何か一波乱ちょっとあっても、なんだ、映画のオファーもあったはずなのにザクロは映画にも出ず、そう、写真集発売のために海外に行ったのに、にもかかわらず写真集は見れ ず、ちょっとあると嬉しかった多分ミントは持ってるんでしょうけど ね、きっとは自分がまあ勝手に野田的に思ってるのは、なんかその元々のタイトルのね、中にあのメインにあるその絶滅しかかっているものとか自然とかを大切にしようっていうのがあると思うんですけども、やっぱりあのそれぞれミーミーの5人であったり、白金だったり赤坂さんであったり、その敵の方のキッシュであったりパイであったりタルトであったり、それぞれがそれぞれ その持っているなんだろうな、気持ちとかそれを信じる気持ちっていうんですかね、なんか友情みたいなのが、その信念持ってる信念、それぞれがあのエイリアンはエイリアンで地球を守りたいっていう気持ちがあるのと、ミミたちはミミたちで地球を守りたい、それがこうちょっと微妙なところで平行線でうまくすり合わなかったりっていうのもあるんですけども、最終的にやっぱり信じる、友情っていうのがテーマだったのかなって、思いながら、ちょっと演じてはいましたね、あとは地球の環境、やっぱり最近地球自体がこう温暖化してきておかしくなってきてるじゃないですか、自然が、だからそういうところを一人が小さなことから守っていかないと大変なことになるぞこりゃっていうのがありましたね、ね。かかじゆみが選ぶ相沢ミント的東京ミューミューベスト3、第3位は第32話です。お嬢様対決、お金じゃ買えない正義の味方。これはですね、西園寺カンナさんというあのミントにとってライバルのお嬢様が出てきて、そこでもやっぱり友情のやり取りをこうピシピシとやり合うシーンがあったんですけど、そこですね、第3位でした。そして第2位、43話、敵か味方か戦ってお姉様という、これはですね、ミントが突然鳥たちと話し始めるんですよ。でびっくりしたと思うんですよね、きっと周りのみんなは、ミントが突然独り言を言い始めたかのように思えたと思うんで、私もあのスタジオですごいなんかやりづらい雰囲気の中で独り言みたいに何今なんて言ったのとかって、そういうのを言っておりました。鳥たちと話すシーン、いや第43話2位でした。そして第1位は10話です。これはもう10話です。最後の仲間、幻の一匹狼、お姉様です。ありがとうございますお姉様との出会いです。これはですね、ミントが一生懸命お姉様が仲間ではないかということで、お姉様のどこかにあざはありませんかとかって言うんだけど、そうするとお姉様が勘違いしないでちょうだいってこうバーンと突き放して、ミントがガーンガーンガーンって4回5回ぐらいなんか劇画タッチにこうショックを受けているという、かなり劇画タッチの絵がすごい好きでしたね。ということで第1位は第10話の、お姉様とのシーンでした。以上です。野田純子が選ぶ藤原ザクロ的ベスト、ん、東京ミューミューベスト3合わせてくれてありがとうございます勝手につけたんですけどね、私もそう、でも噛んじゃったね第3位、二
29話禁断の恋猫の言葉がわかるにゃん。はい、これはですね全然自分たちとは関係ありません。突然猫の言葉がわかるようになったいちごちゃんが浅野くんという猫の男の子の純愛物語です。はい、なぜか浅野くんは関西弁を喋っていまして、それが野田的にはとっても都合にはまりまして、みんながねちゃんと真面目なのを選んでいるだろうという中でちょっとこれを選んでみました。はい、ぜひチェックしてみてください。続きまして第2位、31話、父の背中いちごをかけた一本勝負。はい、またこれも自分のものではありません。いちごちゃんのパパが、いちごに彼氏ができたということでですね、父を超えて受けと、立ち向かっていく英語の話なんですけれども、その何ですかね、青山くんが、お父さんに立ち向かっていく以上にお父さんがねすっごく娘のことを思ってて 愛情を込めて、育ててきて大事にしてるんだなっていうのがとても、こうお父さんに胸キュンした、はい、話でした。そして第1位、15話、小さな勇者マシャ命がけの友情。マシャ、マシャ、うん、はい、もう一役私マシャをやっておりますが、はい、マシャがですね役立たずとかみんなに散々言われまして、それでもね僕は役に立つんだということで一人頑張って戦って、うん、みんなの役に立ったはずの回で、その後また出てこなくなっちゃったんですけど、あんまり、はい、自分の中ではとっても、大好きな話数です。番外編第10話、最後の仲間ボルシの一匹狼っていうのは番外編で入れておいてください。英語とっても苦労しました。あちこちで言っていますが、かっこいいんですよね、はい、英語が初登場で、原作以上の台本 の、 英語量で泣きそうになりました。一生懸命頑張りました。そこもチェックしていただければと思います。というわけで、野田純子が選ぶ、藤原ザクロ的、東京ミューズベスト3プラス番外編でした。東京ミュウミュウ終えてしまってですね、長かったような短かった1年間だったんですけれども、私のお友達の娘とかも一生懸命見てくださって、スタジオの方にも全国の、見てくださっている人からのおはがきとかちゃんと感想を書いたイラストが書いてある手紙とかはがきとかが届いて、それをみんなでこう見てたりしたんですごい、あ、みんなから愛されている番組だなっていうのをすごい実感しました。終わってしまいましたけれども、これからも友情とあとゴミを捨てないとかそういう、ポイ捨ては絶対、これを見てる方はもう絶対なしよっていうのをですね私は強く言いたいです。こんな感じで私は、これからも地球に優しく生きていきたいと思いますので、これからもどうぞよろしくお願いします。相沢ミントこと加賀瑞美でした。はい、そうですね、東京ミュウミュウ1年間、やってきまして、そうですね、自分の中で、ね、できること、さっきもちょろちょろと言いましたけれども、地球環境とか友情とか、できることから本当にね、分別ゴミから始めましょう本当にやって言いながら、私もなかなか、これがプラスチックなのか、紙なのかわからないものとか結構ありますけれども、大きいことはねすると、多分本編の中で青山くんが言っていたと思うんですけれども、無理をしてみんなと一緒に大きいことをやろうとすると、辛かったりいろいろ支障が出てきてしまうので、本当に、紙はリサイクルをするとか、そういうところから、一生懸命頑張っていければいいなと、お互いに一緒に一緒に頑張りたいと思います。頑張りましょう。で、この1年間通して自分の中で、作ってきたり、体の中に入ってきたものが今後に生かしていければなと思っておりますので、ぜひとも皆様よろしくお願いいたします。というわけで、藤原ザクロ役野田純子でした。